道行く舞妓さん、情緒ある街並みに花を添える存在ですが、16歳で浴びるほどお酒を飲ませられた。お風呂入りという名の混浴を強いられた。そんなツイートが拡散、話題に。発信したのは元舞妓を名乗る女性で、過酷で理不尽な生活やしきたりを知ってほしいと発信したといいます。ネットでさまざまな意見や議論が飛び交う中、アベプラでは元舞妓の女性を取材。まずはもうお稽古事を常にやりながらも、お座敷では踊りを踊ったりお酌をしたり。16歳で舞妓になり、今は別の職業に就いている舞妓さん。ツイートした女性と知り合いだそうですが、その内容について。彼女の言ってることは事実ではありますけど、こうあまりにも悪く捉えられてしまう。今こうちょっとねツイッターに書かれていることは、どうしても置屋さんのお母さんの問題なんじゃないかなって思っちゃうような。舞妓さんが所属する個々の置屋の方針などで待遇が変わるといいます。舞妓さん自身は飲酒など強要されたことはないそうですが、未成年の舞妓の飲酒に関しては、お酒を飲むことに対しては治外法権って言われてて、このお酒を飲むのも一つの芸ぐらいの勢いでしたよね。この世界の伝統として教えられ、飲むことが当たり前だったといいます。ただし飲めない舞妓はジュースなどで済ませることも多々あったとか。お風呂入りに関しては、こう1対1で入ったわけではないですけど、みんなでわって入って、女の子たちはねちゃんとタオルをこう隠すような感じで。彼女が経験したのは、置屋のお母さんやお姉さんの目が光る中で大勢で入り、性風俗のような行為は一切なかったといいます。そして今回のツイートで伝統は変わるのか聞いたところ、彼女のツイートだけで、じゃあお酒は飲まないでおきましょうっていうようになるような世界じゃないので、もう絶対変わらないと思いますよ。そこはツイッターでは、未成年はお座敷に出さないなど環境を変える必要がある。取引先の付き合いで舞妓遊びしたけど異様な文化。そもそも舞妓の世界はどのようなものなのか、そして未成年の飲酒という伝統の是非は。長く舞妓の世界を取材している専門家と元舞妓の女性とともに考えます。ではゲストをご紹介いたします。2年前まで京都で舞妓として修行し、現在は宮崎県で飲食店を経営されていますレイナさんです。レイナさん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。こんばんは、聞こえますかレイナさん。音声チェックしますね。ありがとうございます。レイナさんご紹介、また改めて後ほどさせていただきます。そしてもう一方、芸妓舞妓について取材を進め、そして、自身もですね芸者修行を始められたというですね映画監督で俳優の太田慎吾さんです。太田さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まず早速ですけども、太田さん、ご自身が芸者修行しようと思われたのはどうしてなんでしょうか。はい、私長野県千曲市というところにあります、はい、戸倉上山田温泉というところ出身でして、芸者文化が非常にこう栄えていた、はい、場所だったんですけれども、その、かつてはその千曲川に架かる橋の上に200人ぐらいの芸者さんが並んで集合写真が残っていたりとか、ただそれが近年もう一人もいなくなってしまったと。その地元の文化というのがついえた理由
がなぜなんだろうというところから、うん、はい、普段私映画を監督しているものなんですが、自分の体っていうのをある種カメラとして、はい、実際こうやってみながらですね、それをパフォーマンスの作品として、あるいは映画として昇華させていきたいというところで、自分のルーツに向き合うというところでやっております、はい、取材をまあ続けていく中で実際に、まあ、ご自身で経験してみてということでね、はい、生かしていこうということですが、そもそもその、のめり込んだきっかけといいますか、魅力はどこに感じていらっしゃるんですか。やっぱり踊りですね。私が最初に直接指導を仰いでいらっしゃる芸者さんが、うん、城崎温泉の秀美さんというまだ、活動されてらっしゃる方で、はい、非常に踊りが美しいと。でその踊りの中にはこう私たちがもう直接見ることができない明治時代であったり、うん、江戸時代のその風景っていうものが体の身体にこう宿っているなと思いまして、はい、そのメディアカメラがまだ生まれる前のそういった記憶っていうものに触れられる貴重な体験だなというところから、はい、私は踊りと出会って惹かれてまいりました。はい、ありがとうございます、早速ですけれどもですね、まあ、そうした中今回ですね、波紋を広げているツイートを見ていきたいと思うんですけれども、こういった内容です、当時16歳で浴びるほどお酒を飲まされたと、そして、お客さんとお風呂入りという混浴を強いられたけれども逃げたと、本当に伝統文化なのか今一度考えてということですね。でその、まあ、元舞妓っていうふうに名乗っているわけで、まあ、そもそも内容が本当なのかどうかもはっきりはしないんですけれども、まあ、これを受けてですね、さまざまな声が、飛び交っているという状況なんですね。で皆さんつながりましたでしょうか。はい、 ありがとうございます。こんばんは、恐れ入ります。すいません、音声大変失礼いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ちょうど今ですね、話題になっている非常に、まあ、反響を呼んでいるそのツイートについて、ご説明したところだったんですけども、このツイートについて、はい、レイナさんはどんなふうに受け止めていらっしゃいますか。そうですね、やっぱり最初ツイッターを見たときは衝撃を受けたんですけども、うん、やっぱりですね、自分自身そのような経験がしたことなかったので、はい、とても驚きましたね。うん、なるほど。レイナさんご自身が、まあその、はい、花街の世界に入っていかれたきっかけというのはそもそも何だったんでしょうか。そうですね、小さい頃3歳の頃から日本舞踊をお稽古しておりまして、で、まあ、中学校の時に地元の百貨店さんに京都物産展で、うん、芸妓さんと舞妓さんが、来ておりいらっしゃってまして、でそちらを見てとても素敵な世界だなと憧れて、花町の方に入らさせていただきました。はい、ありがとうございます。そもそも舞妓さんとは、芸妓さんとはということを押さえておきたいと思うんですけれども、うん、舞妓さんというのは芸妓さんになるための修行中の少女たちのことということで、うん、まあ、一般的には中学卒業ぐらいから、20歳になるぐらいまでということで、沖屋に住み込みで作法や言葉、舞踊などを学ぶと。でお茶屋ではお客さんのお酌とかね、演舞とか舞妓遊びなどをするということで、20歳頃になった時にですね、芸妓さんになるのか花街を去るかという選択をするということですね。そうした中で今の説明で大体よろしいですか。あ、はい、はい、ありがとうございます。そうした中、レイナさんは、その修行中はですね、どういうお仕事をされてたんですか。お仕事と呼ぶのかどうかも分かりませんが、いかがでしょうか。そうですね、まず朝から、お昼過ぎぐらいまでお稽古事がありまして、で夕方ぐらいから、お拾いとかおこしらえをしまして、夕方ぐらいから、そうですね、お座敷に寄せていただくという感じですね。はい、大喜利財団というですね、その舞妓さんの世界を支える支援する財団が1日のスケジュールということで、挙げてまして、まあ、こういう形で、まあ、昼間はさまざまなですね、稽古をしたりしながら、夜このお座敷という時間が設けられると。でこの中で、まあ、お酒飲んだりしてますかということがですね、声として上がってるんですけど、レイナさん実際どうだったんでしょうか。私がいた、花町お茶屋さんでは、20歳までの飲酒はなくてですね、お座敷遊びとかでも負けた時にある罰杯ですとかはお客様に代わりに飲んでいただいたりとか、お姉様の芸妓さんのお姉さん方が代わりに飲んでいただくという感じで、まあ、一人でお座敷に行く時とかはおジュースで代用して罰杯というものをしておりました。
うん、この点についてはいかがですか。はい、そうですね、やはりこう座敷の中でお酒っていうのがこう貴重なこうコミュニケーションツールになってしまっているといいますか、はい、罰ゲームのような形でその宴会芸という、 こうお客様とですね、その、芸者衆でこう一緒にこうゲームのようなものを楽しむ時間があるんですけども、はい、その時間に特にですね、その罰ゲームで負けた人がこうビールをどんどん飲むみたいな、うん、そういったこう風習というのが残っておりまして、はいはい、やはりこう意識をしていないと飲まされてしまうというかですね、うん、まあ、慣れたお姉様方ですとこう飲んでるふりをしてちょっとこう捨てるとか、うんうん、いろいろこう細かい、はい、その場をやり過ごすテクニックというのは聞いてはいるんですが、うん、はい、やはり未成年となるとね、なかなか、はい、そのまま飲まされてしまうっていうことはあるのかなとは思います。なるほど。これは一般的にどういうふうにね、そのケースによって違うと思いますから、うん、全体としてこうだということは言えないとは思うんですけれども、元舞妓さんの方にもお話を伺ってまして、飲酒については昔から京都の、まあ、違い封建と認識していて、みんな知っているというような話をしている方もいると。一方で、レイナさんの周りはどうですか。まあ、レイナさんご自身はそんなことはないという話ですけど、周りでもそういう話もあんまり聞かない状況ですか。そうですね、私の場合は周りでもそういったお話は、うん、まあ、飲酒についてはその舞妓さんでも二十歳を超えたらという感じでしたね。まあ、もう一段踏み込んだ話の中でですね、旦那さん制度というワードも、まあ、このネット上で飛び交っているということなんですね。これについて小田さん少し説明していただけますか。ご自身の、はい、知ってる範囲で結構なんですか。そうですね、はい、その本来こう芸者文化を遡っていくと、うん、こうやっぱ遊郭というものに行き着くかなと思いまして、はい、そのまあ、江戸時代、以降ですね、うん、その各地大阪東京、京都とこうスタートして、そのいわば公的にこう認められた形でこう人身売買、こう性的なこうサービスといいますか、そういったものがこう提供される遊郭という場所があって、そちらがこう明治に入ってこうそのこう風評といいますか、こう都が京都からその東京にこう移っていく過程の中で、はい、この遊郭というのはいかがわしいのではないかと、そのもう少しこう文化的な方にこう舵が切り取られていって切られていって、はい、で今のこう芸者文化というものにつながっているのかなと、うん、なので遊郭とこう、踊りですとかそういった日本舞踊 の、 その芸者文化というものが、まあ、ちょっと今こうごっちゃになっているなという部分はありまして、はい、うん、その明治時代にその私が調べる限りですと、その人身売買、その方向性みたいなものがその芸者文化の中であったものがですね、その芸将棋廃止法という形でそのこう禁止された法律があるんですけども、それからこう時が経ってもなおこう方向制度みたいな形でこう各地で残っている現実というのはもういろいろと私も伺っておりまして、いやこういうなんか、まあ、伝統とか文化ってつく名のつくものに関して、政治的にもそしていろんな社会課題を考える上でもやっぱこう日本は議論が下手くそだなと思うんです、すごく。でその社会を構造的に捉えると、伝統っていうのは残すものではなくて残るものだと思うんですよ。結果論の話だと思うんですよ。誰かが残そうとして残していくものではなくて、あ、いろんなことがあったけど結果として残った、そうじゃないですか。時代はどんどん変わっていくわけで、だから残っているものが貴重で価値があるわけですよね、はい、うん、残そうとして残って伝統になるんだったら、誰だって残すことを目的にするわけだけど、それじゃあ時代に合わない、おかしい、誰かの人権が傷つけられているなり、形を変えていって、そうやって変わるべきところが変わっていって、それでもなお最後に残り続けるものが普遍の価値を持っていたりとか大切にしていこうってなるので、はい、ここで伝統だから文化だから変えれないってなると、それはもはやいわゆるその伝統のセオリーからいくと残るべきものではなくなってしまう、はい、だからやっぱり残そうとするんではなくて、うん、それでも残るものは何かっていうふうにして考えていくべきで、それは今政治でも伝統だからってやたら言うけど、はい、やっぱ残すことを目的にしすぎ、はい、うん、それは有権者に気を使っているのかもしれないけど、未来を考えると何が最後まで残っているんだろうか、うん、それを大切にしようってすべきですよね。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。
これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。